おばあちゃんなんかは本当に昔の人で、お墓参りとか行くたびに和菓子を買ってた。だからそうね、月に2日間ぐらいはその和菓子を食べる、争奪戦が起きるんですね。なんかもうそれですっごい1日でなくなっちゃってたんですよ、あれ6人家族だったんで。こんなに美味しいクッキーがあるんだ。これ家にあったらテンションが上がってる、この色のちょうどいいカンカンなんですよ、これが捨てるにはもったいない感じのね。あるともうすぐ食べちゃうと。僕にとっておめざとは舞台を務める上でなくてはならないものです。